お疲れ様です。ケリンイツキチャンネルイツキです。平塚競輪 G1 決勝戦、展開予想をしていきたいと思います。まずは平塚競輪 400m バンク、直線が 54.2m と長いです。1着の決まり手、逃げ16、まくり34、差し50。2着の決まり手、逃げ16、まくり16、差し32、マーク36と、 直線が長いだけにしっかりと筋違いが入るバンクとなっております。準決勝戦はね、新山京平の力強さ、一番脇本の力強さということでね、この二人の力強さが際立ったレース、そして最終レースの 清水選手、えー。こちらの方もね、まあしっかりと調子がいいということでね、まあこのね、えー、それぞれの、えー、ラインが、えー、調子のいいね、選手が揃ってきておりますので、さすがは G1 決勝戦ということになりますね、えー。それではメンバー見ていきましょう。1番、脇本裕太。2番、佐藤慎太郎。3番、清水。4番、山口健也。5番、新山。6番、和田慶。7番、井の 8番香川、9番古障となっております。ラインを確認していきましょう。1番9番。1番の脇元に9番の古障5、2、6。5番の新山に2番の佐藤慎太郎。6番の和田圭が固めます。7、3、8。7番の犬伏に3番の清水。8番の香川。4番の山口賢也は短期ということで、えここは半分線プラス1です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。 一番の脇本、バック6回、ホーム5回、逃げの決まり高3、マクリが8、差しが1、マークが0、マクリ先行タイプと。逃げても強いということをね、まあ、準決勝戦見せつけたわけですけれどね、あの走りができれば、もちろん優勝ですよね。五番の新山京平、バック14回、ホーム10回、逃げの決まり高6、マクリが2、差しが1、マークが0、まクリ先行タイプと。 こちらは脇本選手よりも先まくり打てれば優勝候補と7番の犬伏バック15回ホーム9回逃げの決まり手が8まくりが3差しが0マークが0先行まくりタイプと119期の若武者後ろに清水をつけて1期かかんの先生が濃厚紙です 4番の山口健也、バック5回、ホーム6回、逃げの決まり手が2、まくりが7、差しが4、マークが0、まくり先行タイプと。ここは先手ラインに乗っていて、4番手からシャープな3波、まくり酔い込みを決めれば、もちろん優勝を重なっていくことが可能ですと。まあ言うだけにね、えー、力強いメンバー構成になっております。 スタートはね、526で前受けするのか、19で前受けするのかということですね。そして738がいて四。ただね、これ19で前受け賞が、526で前受け賞が一緒なんですよね。なぜかと言いますと、まあ、赤番で526がまずは抑えに行ったとしても、一番9番はね、あの定位置の8番手まで下がりますんで、一番のね、脇本選手、ちにかぶるのを嫌がりますんでね、8番手まで下がりますんで、結果ね、どん このような体制になったとしても、お金ではね、738が逃げて、526が中断からのまくり勝負、4番がこのね、えー、 東北ラインの後ろか、えー、それともね、738の後ろか、まあ、どちらかにいて、1番9番が、えー、最高方からまくっていく展開と。まあ、もうこうなることはね、目に見えてるんですよね。5番と7番で、えー、まさかの先行争いがあれば、1番の脇本、えー、選手のまくりごろになると、えー。それは東北もわかってるわけですよね。で、まあ、東北逃げたら強いぞというのをね、準決勝戦で見せておりますので、まあ、7番のね、えー、犬伏ライン、まあ、それでなく は、ね、は取っていいいくくとととう、ね、意思思表示はあると思いますえここを、ね、ガツっていくとそうするとね、新山、1番の脇本選手自体が中断取れに来ないんで、足を使わずに中断取れるんだったら、勝負圏内だということで、えここは、ね、東北がガッツリと中断取りに行くんじゃないかと、先行すると見せかけての中断取り、そしてえ7番が先行となります。こうなればね、7番の犬伏。 出来がいいんでしょうねこのね、えー、番手を回る3番の清水に絶好の展開が向くと、そしてここ、インで粘る選手がいないということであれば、最悪3番清水選手の番手まくりというところまでね、えー、考えられます。となってくると、展開的に有利になるのは明らかに3番の清水。そこを 5番の新山、1番の脇本、両ね、えー、選手がしっかりとまくり切れるのかどうか、そして穴を開ければこの男、4番の山口健也が絡んでくるのかというところがね、えー、レースのポイントになると。ということは、もちろん本命は3番の清水選手、えー、ここから狙っていきたいと思います。そして穴は、 この中段から先まくりを打つね、5番の新山家選手ということでね、1番の脇本選手、まくりだったら私は魅力がないということでね、脇本選手を中心に狙ってはおりません。 まずは3番の清水選手から1番の脇本選手。まあ、けどつけないとしょうがないですよね。そして5番の新山選手。4番の山口選手。ここまではね、自力型をつけて、そしてラインマークする8番の香川選手ということで、3から1、5、4、8折り返し前。そしてこの折り返し前というね、この私の本戦3連単が私の1押しということになっています。ちょっとあのミラートレードがしたい人が多いのかなということで、ね この番組展開予想なんですけれど丸乗りしてねしかも均等張りしてね儲からないとかっていうねコメントがやたらつくんですけれどね当たり前と強弱つけんと儲かるわけないやろうというね話でそして3からの抜け2番の佐藤慎太郎9番の故障をつけておりますそして5番の新山がまくり切った時2番の佐藤慎太郎ラインですとにつけまして1番の脇元飛んでくる 4番の山口県営がコース見つけれるかと、9番の古匠も力強いということで、5から2、1、4、9ということでね、まあ、しっかりと狙っていくと。どうせね、このレースっていうのは、1991で、 まあ、がっついて売れると思うんですよね、えー、そして、まあ、5番のね、えー、新山選手、えー、佐藤慎太郎選手のところ、えー、ここからもねある程度売れると、えー、第3のライン、ね、犬節というところでね G1 を走らせるということで考えれば、まだまだね経験不足というかも分かりませんけれど、それだけに若武者チャレンジャーということがありますので、えー、怖いもの知らずでね一気に鼻を切っていけば。 しっかりと3番のね、清水選手が番手から仕留めてくると。競輪っていうのはね、やっぱりあの、一人一人でね、走らせれば、この中でね、強いのは脇本選手、そして新山恭平選手、このね、二人の出来が抜群だということになってますから、一人ずつ走らせたら、このね、どちらか二人が勝つんじゃないかと。タイム的にもね、いいものを出すんじゃないかと思いますけれど、競輪はライン戦、そして、 番手の選手は番、ね、番手から出ることもできれば、まくってきた選手を振ることもできるということになりますので、ここは展開プラス力ということで考えれば、この第3のライン、7番の犬伏、3番の清水、8番の香川ラインでもね、十分にね、賞賛はあるということになります。まあ 1、9、9維持で決まったらね、えー、しょうがないなということで諦めて、3番のね、えー、清水選手の踏ん張り、ここをね、えー、がっつりと期待していきたいと、ことし SS に戻ろうとね、えーまあ、一生懸命ね、えー、練習はしてると思いますからね、まあえー、力的にはちょっとね、沖本選手、新山選手に今ね、自力という点ではね、頭一つ。 届かないとは思いますけれど、展、ま、開、あのり、漁夫の利を生かして、ね、てしっかりと、この、 え、人話をね、え、しとめに行くということで、え、行きたいと思います。あとはね、え、大穴開けたらね、やっぱり山口健也選手じゃないのかな、ということがね、え、あるんで、まあね、え、ごちゃついた時、まさかのね、え、1番の脇本選手と、え、7番の犬藤選手、もしくは、まあ新山選手がね、え、もがきあった時まあ各ラインがね、え、潰しあった時、前段ね、団子になった時っていうのは、ひょっとしたら、 4番山口健也選手が大外飛んでくるかもわかりません。まあその時はね、1番の秋本選手が飛んできてるかなっていう気はしますけれど。さあ、明日決勝戦ということでね、しっかりとね、明日の決勝戦、どのような結果になったのか、皆さんと確認をするたびにね、決勝戦動画を出していきますので、明日の決勝戦動画でお会いしましょう。さよなら